あのさ、どんな地図も4色で塗り分けられるってほんと？ほんと。証明は？勘弁しろ。1976年にコンピュータを使って証明されたが、その証明は本当に複雑で、読むのを諦めた人たちが、自分で証明した方が楽だと言って、もっと簡単な証明を作った。その簡単バージョンなら説明できない？簡単な方もコンピュータで633通りの構造を列挙している。じゃあいいよ。5色なら証明できる？できるし、5色なら単に塗り分けられるだけじゃないぜ。塗り分けられるだけじゃない？とりあえず、総水グラフを導入する。名前は難しいけどあんまり難しくないやつかな。各領域に頂点を一つずつ入れ、隣り合う領域に対応する頂点を辺で結んだものだぜ。隣り合うってのは、一点で接するだけの場合は除く。正確には、長さがゼロでない境界線を共有したら隣り合うとする。まあ、これを塗り分けないとダメなら何色あっても足りないね。ところで、地図の外側も一つの領域とみなすぜ。外側も塗るの？塗って問題あるか？外も塗ると必要な色が増えてない？確かに増えたが、外側を巨大な剣だと思うと、これは違法な地図ではない。穴はあってもいいのか。というわけで、どんな地図も塗り分けるためには最低何色必要か？という問題の答えは、地図の外側も塗ることにしても増えない。そうだね。だから今後は領域の代わりに頂点を塗ることにして、地図はもう見ないぜ。かなりシンプルになったね。実際、これは単純で連結な平面グラフだぜ。単純？自己辺や多重辺のないグラフのこと。グラフは、こういうものだぜ。自己辺は今回は関係ないね。多重辺も関係ないかな。もしあっても一本しかないのと同じだから、ないことにする。で、連結、はまあいいだろう。こんな感じだと非連結だぜ。今回は海も塗るから連結かな。もし非連結なグラフが与えられても、個別に塗ればいいから、連結な場合だけ考えればいい。それで、肝心なのが平面グラフであることで、これは頂点が平面上に埋め込まれていて辺が交わらないこと。一点でタッチするだけじゃ隣り合うことにならないなら、まあどんな地図でも辺がクロスはしないかな。というわけで、単純連結平面グラフの彩色を考えるぜ。とりあえずウォーミングアップとして、任意の単純連結平面グラフが6彩色可能なことでも示すか。6色あれば絶対塗り分けられるってことだね。6って多そうだけど、絶対塗れる証明って難しくない？確かに、平面グラフに関する知識がなければ難しいだろう。だが平面グラフは前にも扱っていて、重要な式を証明したな。なんだっけ？オイラーの多面体定理。ああ、そんなのあったね。これは連結な平面グラフに関する式で、V は頂点の数、E は辺の数、F は面、辺で区切られた領域の数だぜ。ここでも外側も面か。で、これって塗り分けに関係ある？これを使って、塗り分けに役立つ性質を示せる。一旦この式は忘れて、面から見て辺を数えてみる。よくわかんない。この面は、3本の辺に囲まれてるな。これも3本に囲まれてるね。外側の面は、4本の辺に囲まれていることにする。そしたらどの辺も面を2つずつ囲んでるね。さて、単純連結平面グラフの面は、基本的に3本以上の辺に囲まれているな。1本なら自己辺、2本なら多重辺になっちゃうから、そりゃそうか。頂点が2個以下の小さすぎるグラフは例外だけどな。そうでなければ、2は 3F 以上ということになる。マークはちょうど2個で、3F 個以上でもあるってことだね。移行して、2-3F は0以上。これを E に足してみる。E は 3E-3F 以下？ここでオイラーの多面体定理を思い出そう。E-F は V-2 か。ってことは 3E-3F は 3V-6 だね。ってことは E は 3V-6 以下。平面グラフの辺はあまり多くないことがわかったな。頂点の3倍はないのか。E が 3V 未満なのは頂点が2個以下の場合も例外ではない。さて、今度は頂点から見て辺を数えてみる。各頂点に、字数、つまり刺さっている辺の数を書き込んでみた。字数を全部足したら、さっきと同じ理屈で2位になるね。それで、2位は 6V 未満か。つまり、単純連結平面グラフは字数6未満の頂点を必ず持つ。確かに、全部6以上だったら合計も 6V 以上になっちゃうね。さて、ここまで来れば6色で塗り分けるのは簡単だぜ。そうなの？とりあえず、6頂点以下なら問題ないな。全部違う色で塗れるからね。というわけで数学的機能法でいく。N 頂点なら必ず6色で塗り分けられると仮定して、N たす1頂点の場合を考える。6つ未満にしかくっついてないやつが必ずあるんだっけ？なら、それを消すよ。そしたら、残りは全部塗り分けられることになってるね。それで、消したやつを復活させると、6つ未満にしかくっついてないから、使える色が絶対あるね。というわけで任意の単純平面グラフは6彩色可能だぜ。それで、何の話だっけ？任意の単純平面グラフが4彩色可能なことの証明は難しすぎる。しかし5色使って良ければ、
単に誤彩色可能というだけでなく、より強い命題を示せる。より強い命題？任意の単純平面グラフは5リスト彩色可能。リスト彩色？各頂点について色のリストが与えられていて、そのリストの色しか塗れない状況を考える。県ごとにイメージカラーが何個かあるって感じかな。そうだな。この条件で塗り分けができるか考える。リストによるんじゃない？もちろん、各頂点の色リストの長さが軽色であると決まっているとき、もし、どんな色リストであっても確実に塗り分け可能なら、そのグラフを軽リスト彩色可能という。結構厳しそう。ああ、少なくともただの軽彩色可能性よりは真に厳しい。リストが全部同じだったらただの塗り分け問題で、この時塗れなかったらその時点で失格ってことだね。ただ、6リスト彩色は、どんな単純平面グラフでもできることがすぐわかるぜ。そうなの？色リストがすでに与えられたとして、さっきの証明を使い回せる。頂点1個なら問題ないから機能法をスタートできて、N たす1頂点の時、友達が少ないやつを消すと、残りの N 頂点は塗れることになってて、消したやつを復活させると、友達がリストの色より少ないから、使える色が絶対あるね。というわけで任意の単純平面グラフは6リスト彩色可能だぜ。あのさ、この調子だと、何色かで普通の塗り分けができたら、実は同じ色数のリスト彩色も必ずできたりしない？いや、判例を見せる。これ？結構大きいので、まず一部だけ取り出した。とりあえず、普通に塗ると何色いるか？どう見ても3色は必要だけど、3色で足りちゃった。じゃあ、リスト彩色に移ろう。4色ずつ？と思ったら一番上と一番下が1色しかないけど、これはグラフの一部だぜ。まずはここにある頂点をこれらのリストで塗り分けてみろ。ダメだった。もう一回やるか？いや、無理なんじゃない？ああ、無理だぜ。無理ゲーやらされてた。さて、グラフの全体像を見せよう。これがさっきのやつ？ああ、これを16個並べて、一番上の16頂点と、一番下の16頂点をそれぞれ一つに合併すると、3彩色可能だが4リスト彩色可能でない平面グラフが得られる。3色で塗れるのは間違いなさそうだね。でも、4リスト彩色はどうなの？一番上の頂点に色を6、7、8、一番下の頂点に色9、10、11、12を与える。16個のコピーのうち一番左は、さっきと同じようにする。隣は、ほとんど同じだが、9はすべて10に変える。最後のコピーでは5が8に、9が12になってる？ああ、残りの13コピーにも、5、6、7、8から1色と、9、10、11、12から1色を割り当てる。それで、これは塗り分け無理なの？上下を先に決めてみろ。5と9にしてみるよ。あ、これさっきダメだったやつだ。じゃあ8と12。いや、そしたら最後のコピーにやられる。こんな感じでどの2色を選んでもどれかのコピーに潰されるぜ。意地悪。何の話だっけ？軽リスト彩色は軽彩色より真に難しかった。ああ、3色で塗れるのに4リスト彩色すらできないんだったね。ってことは、地図を塗るのに普通は4色いるよね。そうだな。5リスト彩色できない地図があってもおかしくないかも。確かに、4彩色可能なら5リスト彩色可能、とは言えない。だが単純平面グラフはすべて5リスト彩色可能だぜ。へえ。5リスト彩色可能なら5彩色可能、ではあるので、5リスト彩色が可能なことを証明して、その特殊な場合として5彩色も可能と示そう。6リスト彩色はもう証明したんだっけ？ああ、オイラーの定理から次数6未満の頂点の存在が言え、その頂点を最後に塗ればよかった。色リストの方が友達リストより長いからね。もし次数5未満の頂点の存在を示せたらそれで終わりだが、これは無理だぜ。じゃあどうするの？もっとうまくやる。もっとうまく？例によってグラフが連結であることを仮定するが、さらに、グラフの外側以外の面が全て三角形であることも仮定する。え、内側に三角形じゃないのがあったらどうするの？辺を足して三角形に分割する。ああ、辺を足しても有利にはならないから別にいいのか。今回も数学的機能法を使うが、主張を強める。主張を強める？外側の面を囲む外周の頂点のうち、隣り合う二つがすでに塗られていると仮定する。違う色で？もちろん。外周の他の頂点の色リストは、それぞれ3色以上あるとする。3? 内側の頂点の色リストはもちろん5色ずつあるとするぜ。以上の仮定の下で必ず塗り分けが可能であることを示す。要するに外側は3色で十分ってこと？ああ、あと外側の隣り合う2つはデタラメに塗っていいぜ。自分から縛られに行った感じだけど大丈夫かな？とりあえず、ベースケースとして3頂点の場合を考える。あれ、2頂点以下の時は？無害な例外ということで。さすがに選択肢が十分すぎるね。さて3頂点の場合だが、仮定からすでに2頂点が塗られていて、残り1頂点には3色以上のリストがある。じゃあ問題ないね。
というわけで、N 頂点以下なら主張が正しいとして、N プラス1頂点の場合を考える。今回は N より前も使うんだね。まず、グラフに弦がある場合から。弦、の意味はわかる気がする。外周の2頂点を結ぶが外周の一部ではない辺だぜ。ショートカットってとこかな。さて外周の隣り合う2頂点がすでに塗られていて、外周の他の頂点にはそれぞれ3色以上、内側の頂点にはそれぞれ5色与えられているんだったな。そうだね。機能法の過程により、1頂点でも減らすと主張が成り立つ。それなら、弦で切って、もう塗られている2つがある方を見ると、こっちは機能法の過程で塗れるね。これで弦の両端が塗られたので、残りの半分も、2つもう塗ってあるから、機能法の過程で塗れちゃう。というわけで弦がある場合は問題ない。問題は弦がない時かな。例によって外周の隣り合う2頂点がすでに塗られていて、外周の他の頂点にはそれぞれ3色以上、内側の頂点にはそれぞれ5色与えられている。今回は弦がないから、簡単には分けられないよね。そこで、すでに塗られている2頂点のうち片方、以後、頂点 X と呼ぼう。X に隣接する外周上の頂点、こっちは以後頂点 V に注目する。何するの？グラフの外側以外は三角化されていたな。そういえばそんな設定あったっけ。 V の周りの三角形にフォーカスする。センスを広げた感じになってるね。外周上で V に隣り合う頂点のうち X でない方を W としておく。さて、 V の色リストには X と違う色が2色はあるな。リストは3色はあるから、そりゃそうだね。このような色を2色選んで A、B とする。そして、XW 以外で V と隣り合う頂点の色リストから、A と B をすべて消す。え、消しちゃっていいの？さらに、V とそれに繋がる辺をすべて消す。この時、残りのグラフは、外周はこれになったね。ってことは、ああ、今外側に出てきた奴らは5引く2で3色は持ってるのか。あと、とっくに塗られた2つもちゃんと外周に残ってるし、機能法の過程で塗れちゃう。縛られに行ったことで機能法の過程が強くなったわけだな。さて、V を復活させて、V を塗れるか考えよう。A と B は X の色とは違うのを選んでて、内側の隣人からは A と B は没収してて、W だけは A か B を使える可能性があるけど、一つだけなら、V はもう片方を使えばいいね。というわけで弦がない場合も問題ない。証明できちゃった。というわけでどんな地図も5リスト彩色可能だぜ。リストが全部同じ時を考えると、5色で塗り分けられるね。オイラーの多面体定理は実は最後の証明では使わなかったが、これの証明をまだ見ていなければ、ここにあるぜ。ご視聴ありがとうございました。